6人6人新加入選手が入りました。どなたも存じ上げないのですいません、かまたま、どなた。今回は新春企画、2016新加入選手を語る会。4番はい、砂森和也選手、前所属が、ホンダ FC という、小沢選手のスピードに、沼田選手の得点力をつけて入れたような感じ。それ結構すごいいい選手じゃないですか。だから僕これ密かに、あの裏注目選手、頭いい、頭いい、頭の回転が非常にいい、はい、さすがなんていうのかな、サラリーマン生活をやってただけのことは、ババケンジ選手、ババケンジ選手、はい、去年、水戸ホーリーホックで9点取りました。あ、すごい、はい、もちろん点取ることもそうなんだけど、守備頑張る、一生懸命走る、もうなんていうの、かまたまるに必要な状況を全て備えてるみたいななるほどね、はい、これ裏注目一つ言います、今シーズンの、今年清水エスパルスというチームが、はい、J2 で初めて戦いますが、はい、そこのおそらくボランチの中心選手で出てくるであろう本田拓也選手という選手、実は桐光学園時代、馬場選手はボランチをやってます、はい、でダブルボランチって2人ボランチがいる、実は馬場選手と本田選手は一緒にコンビ組んでる、そのダブルのうちの、相方だったんですね。そうで、馬場選手にこの前ちょっと話聞いたら、もう僕のにとって一番すごいボランチはその本田拓也選手、でその選手と当たれることが、もちろんチームが勝つことは優先なんだけど、すごいそこは、いや多分当初燃やしてやると思う、これ清水戦注目、玉木文也選手、玉木選手、はい、彼は、関西国際大学という大学から来た選手なんですが、これ知ってるのかな、その前の高校が安高校という学校なんですよ。乾選手という今スペインでプレーしている選手がいるんですけど、そこの選手も安高校、練習見ました。あ、どう、むちゃうまい、あ、むちゃうまい、やばい、やばい、ミゲル、ミゲル選手、下の名前も言いましょうか、ビアンコーニャ、パルメイラスというクラブがありまして、これクラブワールドカップとかにも出てくるようなすごい超ビッグクラブなんです。そこの出身です。すごい、日本語はじゃあもちろん喋れないですよね、まだ。あ、でもね、ちょっとね、ちょっとずつもうこんにちはとか喋って、あ、じゃあもう、日本語のレベル的にはもうエブソン選手を抜いたんですね。で彼は、ただ190センチあるか、ポストプレーって覚えてます、そこをまず期待されてる、もちろん点も取ってほしい、年末も練習来てたんだけど、すごい、はい、ちょろっと練習参加してたんですけど、もう格段に動きは、俊敏、頑張ってます選手も、一生懸命がむしゃらけ、背番号23番、実はディフェンダー登録、西博則選手、メッシは知ってます、わかりますよ、メッシ、はい、リオ、西選手は、はい、入団当初、大分行ってもそうだったんですけど、西って言われてます。わあ、西、はい、わお、ってことは、はい、もう敵に向かってもガーってドリブルが攻めていくみたいな、はいはい、ディフェンダー登録っていうのは、ほんで、はい、右のサイドバックで多分使われてる、はい、左から砂森、右から西、サイドバックを強化するのかな、実はそれ正解、大正解、やったー、はい、そこが補強ポイント、実は今回品川大輝選手、品川選手ゴールキーパーでございます。どうしてもやっぱり去年までキーパー3人だったんですね、清水選手、瀬口選手、石井健太選手、そうですね、ここに品川選手が加わることに、試合に出れる条件になることによって、よりそこにサバイバルな競争が生まれるわけじゃないですか。そうですね、はい、要するに清水選手と同じようなレベルの選手が出なきゃいけないわけですよ、そうですね、そこに競争を生み出す中で、もちろん清水選手だって安泰じゃない。今回この寺下さんに聞いた6名の新加入選手、はい、結構それぞれ注目どころを教えてもらったので、皆さんもサポーターの皆さんもそういうとこ見ていただいて、新年早々どうもありがとうございました。いいえ、こちらこそありがとうございます。勉強になった、またねー。